まあ、あの、まあ、言っちゃ悪いですけど、はい、自重のトレーニングって、はい、ダンベルエリアとかでやらなくてもできるじゃないですか、家でも。はい、よくなってみたい。いや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 、はい、お前それ家で公園でやれよって言いたいわけです、ね、あとなんかウェイトトレーニングじゃないことやってる人も結構いるじゃないですか、うん、はい、なんかシャドウ的なことやったりとか、うん、ヨガ的なこととか、まあ、ヨガ的なことやってる人はいないんですけど、要するに、ジムとしての機能を使わない人には来てほしくない、来てほしくないとは言ってないです。だからそこでやらなくてもいいのかなっていうのは思いますよね、はい、はい。あとはなんか、まあこれはもう今でもそうですけど、やっぱりうるさい人、あの、僕声は全然気にならないです、はい、あってこうやっぱり辛いから声出してるんだったらまあしょうがないですけど、はい、もう物ですよね、ガチャガチャ、そうそう、それはすごいやっぱり、はい、イラッとするっちゃしますね、はい、だからまあうちのスタッフとかもまあ結構注意しましたね、あ、まあ、みんな静かにやってますけど今、はい、うろうろしてる人、なんかうろうろしてる人いないですか。あのさっきのつながりますけど、トレーニングしに来てないんだったら帰れよって言ったわけですよね。なんかそうなんですよね、ずっとインターバル中うろうろしてる人いますよね。あ、で、まあ、インターバルのたびにレース域に行って遠い距離歩いてまた戻ってくる人とかいるんですよ。ペットボトル水持ってこればいいんじゃないかと思うんですけど、まあそれもその人は自由なんで、はい、これダメだなこのネタ。